こんにちは。こんにちは。今日はケヤキですね。ケヤキ。これ去年素張り作りをするということでやったやつなんですけど、後ろの若干赤い木とこちらですね。こちらはねほぼもう粘りはできかけてると思うんですけど、こちらはあまりいい根がなかった。1本だけね確かいい木がいい根がねあった木があったんですよね。でどれがどれだか分かんないんで。これは多分根がないから紐で縛ってると思うんですよ。はい、ああ、うん、なんか全部切っちゃったようなやつありましたね。そうそうそう、ありましたよね。うん、だからここら辺はちょっと面白そうなんでやってみたいと思います。あと針金がですねかけて、まあこんなもう形ができちゃってるんで、一回本当はね針金も取りたいぐらいなんですけど、じゃあこれまずこれやってみましょうか。やります。1個、はい。多分その前にこのぐるぐる巻いてるのなんでって思う人もいると思うんですよね。そうですね。あの冬場ですね、こうやってこう縮めといて、こう綺麗にねあのケヤキって出させたいんですよね。ぐわってこういう、これはまあ針金で強制的に綺麗に枝の出を出していると、はい、でそれに対して、まあ、全体をこうぐるぐる巻いて全体を留めといて、でこの3月4月ぐらいになってくると、それが今度ほどくとだん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 とこう外側に広がっていくということですね。あのそういう性質を持ってるんで、 あえて冬場にこう畳んどくと、縛っておくっていうことですね。はい、まずここら辺ちょっとやってみましょうかね。じゃあこれはまずバチバチっと切っちゃいますか。まあ新しい根が出てるかってことですね。そうですね。それによってほぼ根っこがない状態からですね。そうですね。そうですね。ちょうどねあの葉っぱが開かけたところなんで、うん、時期的にもいいと思います。ちょっとかなり無理にしてこう畳み込んじゃってるんで、これを切ります。ケヤキはほうき作りが主流と、そうですね、ということで。あ、そうですね。ごめんなさい。そのほうき作りの形を、そうですね、こういうねほうきですね、こういうね、はい、ほうき型のやつです。いろんな形があって、こういうふうに2本で出てるのもあったり、一旦こうぶった切ってそこからこういっぱい出たりとか、はいはいはい、あとだん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 となるんですけど、どれにしとっても全体的にはこうほうきになるとっていう形です。はい、いうことですね。さあじゃあ抜いてみましょう。ちょっとこれで書いてみるか。ありがとうございます。はい、ご購入ありがとうございます。いやいや、これいいですね。昨日ね家で植え替えやってて良かったですよ。これ、お、結構根が張ってる。お、あれ、あの危険なんでこういうとこそこから抜いちゃいますね。あ、結構すごい。うん、根が結構出てますね。ちょっとこれ切りましょう。あ、針金だけどありましたね。ちょっと固定してた。うん、固定してましたね。まあちょっと崩してみましょう。はい。はい、根がある。これもあれですね。中心から外に向かって、はい、放射線状に結構根が出てるんで期待できるかもしれないです。うん、まあただどうしてもね、いろんな位置からこう出ちゃうんで、太い根が出てきましたね。1年前のやったことをこうやって見るのが、楽しいですね。面白いですね。面白いですね。お、なんか、来てますね。これ優等生の方だったかな、もしかしたら。やっぱ針金が1個。綺麗に。おお、なんか八方っていうか、うん、結構出てきてますね。おお、ほう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 。優等生の方かもしれないですね。ね。うん、綺麗にいいですね。ああ、まさしくこうやってできていく過程ですね、これね。じゃあちょっと根を洗っちゃいましょうか。はい。はい。ちっちゃいけどちゃんと、うん、こんなね、ね、綺麗に出てる、出てますね。うん、これこういう太い根はもう一回やっぱり切ってって、で多分こういうやつは今年出たんだと思うんですよね。はい、ここら辺のね、ちっちゃいやつは3本ぐらいで、これは多分太かったんでここをグッと追い込んだんだけど、うん、ここから出たということですね。ただこれもう一回今度はやっぱりここが太すぎちゃうんで、ここにもありますよね。だからこれとこれ残してもう一回追い込んじゃっていいですね、ここね。やっぱりね、怖がって中途半端に残しておくと、ここから出たねって結局使えなくなっちゃうってね、わかります、これね。だからこうもう一回ここまで追い込んで、でこういうのも根があるところまでこれ走って1本だけね太くなっちゃうんで、こういうのも少し追い込みます。これここかここですね。はい、太いのを追い込んで根をこう均等に、ね、そうですね、そうですね。でこういうのとかこういうのはもういらないと、底根を切るってことですね。じゃあまず底根ですね。はい、これですね。
これを切ります。でも、はい、これも切りますね。ちょっとここら辺はこんな感じで、これはね、こうやって使えなくもないんで、とりあえず取っときますね、はい、取っときながら、ここは一応傷をつけてまた出るように願うと。そうですね、こういう太いのはちょっと切り込んでいきますね、はい、こういうやつですね。ここまで切っちゃいましょうか。はい、はい、これもそうですね。これもここから切っちゃいますね。ここにちっちゃい根があるんで切っちゃいますね。よし、こう向けるか。と長いのは切っちゃう。これは下にここにあるんで、これですね。はい。はい。そうですね。細かい。え？細かくて。細かくて？見えてるのか見えてないのか。見えてないか。あ、そうですか。これで、これは太いんで、もう一回ここから切っちゃうと。で、ここですよね、問題はね。だからちょっと怖くてここで切っちゃうと、ここから出てきて、でも結局使えないということなんで、ここ。はい。はい、ちょっともっと追い込みたいぐらいですけどね。すごいね、1年でこんな。そうですね、できるんですね。できちゃいますね。あとこういう太い根ですよね。こういうのはもうどんどん切っていっちゃって、ちょっとあと先端揃いますね、少しね。っていう、根ってこういう細い根で生きていくんで、はい、うん、こういう根じゃないんで、だから細い根をいかに作っていくか。これも太くなっていっちゃうんで、これ辺で切りますね。はい、あ、これでもやっぱりいいかな。取っちゃいましょうか。やっぱり取っちゃう。ここにもう一回、傷つけてルートン巻いて、出させるんで取りましょう。これ気になるな。切っちゃうか。切っちゃう。ここに一本ありますよね、これ。ここにあるんで、ここまでざっくり。どうしてもね、ここが気になると思うんで、後で出ますね。はい。で、もうあれですね、ここから出るの期待なんですね、ここら辺からね。うん、まあまあじゃないですか。じゃあこれで傷をつけてルートンですね。どんできました。毎回彫刻刀を取るタイミングでこのタイミングでそしたらここら辺ですね、はい、来年出てよって根がないところを傷つけて、そうですね、出させるということですね。根足材をつけると、はい、ということですね。ここら辺を何箇所か、あ、ここもな、まあ、まあまあ出てきてるんで、ここいいか。もうちょっと綺麗にしよう。いいよ、いいよ、この辺から出てよって、はい、ということですね。よし、これでいいかな。来年期待っていうことで1年ずつですね。そしたらどうしようかな。同じ8mm やりますかね。最近よく使う 1.8mm ですね。なんだろう、割と強いし、であんまり太いとね、今度水の抜ける穴が小さくなっちゃうんで、8も1回洗った方がいいですね。でもね、こう空気を通すっていうんで、あ、確かに、うん、汚れとかっていうのはついてると。昔はね、やっぱ先生、厳しい先生いたんで、はい、うん、きれいに洗いなさいって言われて、根の固定できないんで、はい、さっきみたいな紐でもいいんですけど、これと同じようにですね、外側からかけていって根を巻いて固定するということでやってみたいと思います。だからこれやるのは巻いてっちゃうんで、傷にならないようにっていうところはちょっと注意ですね。幹に食い込んでっちゃうんで、食い込む、通して、こんな感じですかね、うん、はい、で、内側にやると、これでこう幹に巻いていっちゃうって感じですね。あれ、あ、これか。大きい土入れて、こう細かいやつ入れて、で、まあ根作りなんで、ちょっと深植えでってことですね。あ、そしたらね、これに水苔をちょっとのけてあげましょう。まあ、発根しやすいかなって、ごめんなさい、話が。はい、で、これでぐるぐるっと巻いて、これ軽く巻いた方がいいですね。ね、食い込んじゃうんで。はい、こんな感じですかね、軽くね。これぐらいだから少し隙間空いてますよね、ここね。多分こんな感じがいいと思います。固定できますんでね、やっぱり 1.8 いいですね。2mm ぐらいでもいいですね。入れまして。かなり深植えですね。でこれもよく言うね、テクニックですけど、少し水がこう溜まりやすいように、はい、上いっぱいに入れないで。園芸の浅木先生をこの間やってました。あ、そうですか。園芸はちょっと水が溜まるようにしてあげて。ああ、なるほどなるほど。はいはい、それの応用ですよね、盆栽でもね。育てる木ですね。はいはい。で、いつものように先に水を入れるのを忘れちゃったり、ここにこういう根腐れ防止剤と炭も入れるのを忘れました。次ですね。これですね。今気がつくんですね。はい、毎回このタイミングなんですね。毎回このタイミングで気がつくんですよね。
早いですね、今日は。そうですね、はい、ただ6本ありましたよね。もう1本、チクチクに行ってみますか。もう1個、チクの見たいですね。ね、悪いやつをね、うん、それが悪いやつだったんじゃないのかな。これはね、形もいいんで、これですよね。これなんかよくなりそうな感じが、そっちがいいかな、正面が。うん、ね、綺麗に、まあ、針金のおかげっていうのもあるんですけど、スーッとね、じゃあこれをいってみましょう。お、取れた。お。これね、やっぱ切った方がいいんですか？あ、ちょっとあの目が痛めちゃう可能性あるんで、あんまり目取れちゃうんでね、簡単にね。こういう細い針金切りの切りやすそうですね。あ、これは長いやつだね。このやつだとちょっとこう切りにくそうだな。そうなんです。こういうよりはね、ちょっと切りやすいですね。ジャッキーをね、家用に欲しいなと思って。あ、ぜひ。ねえ、やっぱ手作りのやつがあるんですけど、やっぱり市販の方がね、いいですよね。それ用に考えられてるから。家用にジャッキー欲しいって。面白いですね。そうですね。これくればね、ありますけどね。ちなみに今 T シャツ作成中なんですよ。ああ、いいですね。ベストキット。え？ベストキットって、はいはいはい、映画あるじゃないですか。ありますね。宮城道。ええー。あのパロディ T シャツを今作って。おお。じゃあそれで取れましたと。ちょっと詰めますかね。芯がこう太ったんで、一応まあ目的は達したよと。あ、いうことですね。なんで、はい、これために伸ばしてたってことですか？そうですね、うん、ここら辺も細くていいんですけど、横からやっぱりこう出るんで、うん、この枝ですね。ちょっとやがて多分ここら辺も太いんで立て替えちゃうと思いますけど、はい、じゃあ根の状態を見てみましょう。あるとことないとこがありそうですね。なんかごついのが出てきましたね。ごついの出てきましたね。さっきのやつ優秀なやつだったのかな。ったかもしれないですね。時間かかるってことですね、これね。なかなか1年ではやつ切っちゃって、ちょっと上がってみましょうか。いい感じでね、この苔順っていうんですよね。この辺からスーッとこうね、細くなっていく感じはいいんだけど、ね、あ、これもなんかでかかって、もうちょいってとこだな。幹はすごい綺麗ですね。幹はね、いいですよね。うん、粘りだな。切りたくなっちゃいますけど、ここね、バチッと。ちょっと切りたくなるけど、ゼロからですからね。あ、切っちゃっていいな。そうしましょう。これは、ここら辺から切っちゃって、こっちにちっちゃいのありますんでね、横にね。はい、でここはまたやっぱ同じように、ここでかかってんだけど、まあ、傷つけてこの脇とかからでもいいん で、うん、で全体的に後でバンになれば構わないんで、はい、この元っていうよりは この脇あたりですね、はい、これも傷つけてちょっとやってみたいと思います。これも切っちゃうか、ここまで切っちゃいましょう、うん、はい、はい、こっちにあるからここですね、はい、はい、太いやつ、太いやつですね。これもどんどん太くなっちゃうんで、はい、短く。やっぱ一個のところに力がいっちゃってるんですかね、これ。そうですね。この辺ですね。白いとこ出るまでですね。そうしないと塞がっちゃいますんで。じゃあ僕も体感で言っていいですか？もう多分これで1本ですね、動画。ああ、なるほど。これでね。この2本で1本かな。これで2本で1本。はい、忘れないうちに。あ、忘れないうちに。これどんな木も入れていいんですか？入れて悪いってことないですよね。逆に効果が全部あるかどうかわかんないですけど。ちょっと大きいんで。そうですね。で、細粒をちょっと入れて、水垂れ防止。ですね、ケイ素とか、まあ、いわゆるシリカみたいな、なんとかシリカっていうのをよく使う人いますけど、安いんですよ、これ。ゼオライト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 。根腐れしやすい木とかもあるんですか？そうですね。雑木なんかでも、の方が結構しなかったりしますね。まあ、土にもよるんですよね、どっちかっていうとね、あとね。水通りの悪い、こういう硬質中玉土ならいいんですけどね、それが。なるほど。ええ。ちょっともうちょっと粘土っぽ い。粘土っぽい、潰れちゃったりなんかすると、やっぱり根腐れなんで、樹種もありますけど、土が一番ですよね。これも水苔ちょっと入れてあげましょう。はい、ぐーっと軽くですね。こ
これで水をかけて、はい、今度はちょっと順番合ってますね。感じで作っていけばいいですね。そうですね。さっきもそうですけど、あの全面水苔も組んじゃなくて、周りは少し土の乾きが分かるように、はい、上げてあげるぐらいで。今粘りができちゃったら、ええ、もうあとはあと上ですよね、今度はね、はい、枝ができればいいですね。枝作りですよね。粘りは時間かかりますよね、やっぱりね。何年ぐらいでできるもんなんですかね。どうだろう、でも今1年2年やったって大してないですもんね。5年ぐらいかかるんじゃないですかね、ちゃんと作ろうとすると。まあ、軽くですけどね、針金かけても結構しっかり止まってるんで、はい、大丈夫ですね、はい、次はちょっとお兄さんシリーズを。お兄さんシリーズ、はい、これじゃあまたちょっと来週、まだ来週ですかね、これは。はい、尺的に。尺的ですね、はい、はい、やってみたいと思います。ちなみに植え替えは毎年。毎年ですね、うん、だから粘り作りのために毎年やるということですね。毎年やらないと、今度太い根がどんどん太くなっていっちゃうんで、結構厳しいこの追い込みみたいな。そうですね、のを根にしなきゃいけなくなっちゃうってことですね。はい、粘り作りの段階の時はもう毎年ですね、はい、楓とケヤキと、まあ、モミジもそうですよね。はい、じゃあこっち行ってみましょうか。はい、はい、また来週。また来週わかんないけど、はい、ありがとうございました。